ということで今回はセボンスター12星座メタルチャーム全12種類になりますラインナップは星座の12種類となっておりますで戻りましたいつも通りカプセルをトントして出していきますであと2回やってきましたこちらもトントして出していきますで今回出たのは伊て座とヤギ座とヤギ座が出ました最初に伊て座矢の先にはセボンスターなお星様がついていますでこちらボールチェーンもついています 続いて二つ目は、ヤギ座になります。こちら、可愛らしいヤギになっています。で、体のところに、キラキラ、大星様がついています。で、こちらも、ボールチェーンがついています。と、おまけの一回、こちらも、トントして、開けていきます。おまけは、セボンスターシリンダーポーチになります。中を開けると、文具やコスメなんかを入れられる感じの大きさになっています。ということで、おまけの、セボンスターシリンダーポーチでした。ここからお知らせになりますが、 今ガチャココさんでは対象のガチャポンの中に入っている3枚のミニブックを店員さんに渡すとこちら1ついただくことができます開けて出してみるとこんな感じで正面と後ろこちらセボンスターの巾着になっていますこんな感じ今回は前面に宝石が載っている巾着が出ましたあと今回セボンスターのガチャ紹介したので自分で恒例にしていますが家にあるセボンスター開封していきます まずは1つ目開けます出します見た感じ左側にキネを持ったうさぎがいて右側にスがあるのでこちらうさぎの餅つきとなっておりますスの上にはキラキラ宝石がついていますそれでは2つ目開けます出します今回は下にプレゼント箱靴下があるのでクリスマスが出ました真ん中に星形のキラキラ宝石がついていました とということで今回はセボンスターのガチャポン2種類とおまけを2つご紹介してみましたガチャココさんでガチャするとプレゼントもありますのでお近くにある方はお試しくださいまた気になった方はセボンスターのガチャポンお試しください